昼飯。さあ今日の昼飯、慶州精肉店のビビンバ丼じゃない、ビビンバ弁当です、はい、アルコ&ピース酒井です。 SBS 新人アナウンサー杉本真子です。 SBS アナウンサーの滝沢優希です。お願いします。お願いします。慶州精肉店、創業40年の焼肉や炭火焼肉、慶州が営む精肉店。お店の味をご家庭でをコンセプトに、上質な肉とお弁当を販売しております。今日はビビンバ弁当です、美味しそう。美味しそう。香りがもうね、香りがもう、キムチちょっともうだから、さっき始まる前、滝沢さんの、はいね、そうなんですよ、はい、マレーシアのお土産が、はいはいはい、滝沢さんはなんかマンゴーのチョコレートだと思って買ったら、どう見てもパッケージドリアンなんですよ。ドリアンでした。でみんなで食べたら首かしげて、もうね、全然美味しくない。俺は手つけたかったんですけど、びっくり。今も口臭いもん。みんな気使ってなんか言おうとしてるけど、やっぱ中尾くんぐらいになれば、腐敗臭がうん、もうね、素直な感想がね。そう、だから逆お土産なんで多分あれ本当にですよね。多分ね、いや本気で買ってきちゃいましたよ。いいじゃん。でもいや、ちょっと口直し、ビビンバを口直し。あ、そうですね。うまそう。美味しそう。うまい。うん、ナムルがいっぱい乗ってる。いただきます。野菜いっぱい取れるよこれ。美味しそう。確かに。うまい。うまい。いただきます。ああ、落としちゃった。ん？いただきます。美味しい。まだあったかい。うまい。うまいな。塩気。適度な塩気よ。美味しい。うまいな。はい。優しいナムルも。ね、なんか基本薄味ですよね。強くない感じの主張が。ご飯が美味しい。米うまいですね。米美味しいです。ふわふわです、ね、はい。二日酔いにはこれがいい。本当にね、本当に染みますわ。ちょっと昨日前乗りしてしまいまして、はい、滝沢さんと、はい、飲んでしまいました。何時まで？2時本当にすごい、ね、長かったですね。うん、なんと中尾くん合流するまでさ、結構滝沢さんと1時間ぐらい、話す時間があって、お年で山かけ、マグロの山かけみたいなとろろが山かけ出てきて、はい、美味しかったんだけど、はい、ちょっと滝沢さんなんか、まあ、SBS の、はい、ちっちゃなゴシップずっと喋る。いや何ゴシップっていうか、まあ近況、近況かな。近況よ近況。ずっと喋ってるからさ、山かけをさ口に入れるタイミングがないから、ちっちゃい小鉢をずっと箸でまずっと混ぜながら、あわあわなって200回ぐらい練ってた。いや3週間溜まってたから、もうゴシップも溜まってるわけですよ本当に、なのでもういっぱい報告したくて、手がね、食べるタイミング失っちゃったんですよね。楽しかったですけど、はい、ありがとうございます。そこでもチラッと決まる、だから新年一発目なんですよね、生放送は、はい、そう、まあ、お正月といえば多分、何してたんですか、お正月は。お正杉本さん、私は仕事してました。仕事して、はい、お休み、はい、ちょっとずれてお休みいただいて、一人で式根島っていう離島に行きました。一人で、一人で、はい、怪しすぎない？式根島って式根島ってどこですか？東京にあるんですけど、東京の島なんですけど、東京から10時間ぐらい大型フェリーに乗って行く島。10時間、はい、すごいね、10時間って、はい、10時間一人で乗ります。これもう、もうこれ絶対嘘です、これは。いや本当に島民500人しかいないっていう島に行きました。へ、はい、それ何泊したの？一泊です。一泊して、一泊、はい、あのフェリーの中で一泊で島で一泊っていう感じでした。へ、はい、それ何部屋みたいなの？そのフェリーの中です。フェリーの、あ、フェリーの中は部屋になってて、まあ、階級があるんです。いや、彼氏と一緒にじゃあ、その違う多分ね、無理か。すごいさらっと普通の顔して、はいって言ってくれなかったか、騙されなかったか。へー、一人旅してきました。すごいね、だって、
なんか韓国行くとかなんとかって噂もあったけどさ、はい、そっからだいぶ方向転換してる、うん、式根島だ ね、はい、ねそう韓国行きたかったんですけど、うん、弟が成人し迎えたので、うんまあ、せっかくだから家族写真撮りたいなってなって、うんうんうん、そういう時間も作るとそうですそうです、はい、国内かってなって、はい、国内かで式根島ってすごいけどすごい、うん、なかなか狙わない聞いたことある式根島っていやなかったです。あ本当ですか。俺も、はい、なんか漢字見たらああなんか見たことあるわってなったけど、うんうんはい、そうなんですよ。そこに行ってきました。うんへ、はい、楽しかったです。飯うまい。そうですね、なんか特産品が草屋。そっかやっぱ伊豆大島とかあっちの方はね、はい、草屋とかね、はい、初めて食べたんですけど美味しかったです。はい、草屋食ってドリアン食ってすごいなんかね年始から確かに本当ですね。温泉もあるんでしょ。温泉もあるんですよ。いいな、はい、なんかその自然の中でできた温泉で海と隣接そのまま隣接してるのでめっちゃいい、はい、満潮の時しか入れないんですよ。普段は熱々すぎて、うん、満潮でこう波がいい感じに入ってくるといい湯加減になって入れるっていう、うん、めっちゃいい、うん、はい。それだからもう普通におじさんとかも入ってるってこと。あそうですそうです。混浴なので。あれかお前はそのなんだ水着っつのかそのあれか ビキン怖い怖いビキンっつのかなんかあれわからん怖い怖い人が出てきた。そうだから女性はそういうの、まあそうです水着で、まあでねはいうん、入るしかない、はい、何色気になる。いいじゃないですか。何色でも教えて教えて。怖いよね。すいませんでした。それはいいな。楽しかったじゃん。楽しかったです本当に。よかったわ。はい、いいね満喫してるよね。うん、ね滝沢さんはケール。ケール行ってきましたよ。いいな。はい。いいねよかったよ。だから、うん、出発前なんかちょっと酒井さんご飯行きませんかみたいな時間ねあったけど。ありましたありました。俺はちょっと本当そう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 本当に出産とかぶって行けなかったんだけど。おすすめの店何軒かここラーメン屋とかわざわざすごい丁寧に、はい、うまかったでしょ。美味しかったです。めちゃめちゃあの御徒町にあるラーメン屋さんなんですけど、味噌系のラーメンですよね。で野菜たっぷりでめちゃくちゃ美味しかったです。めっちゃこってり、はい、花だって食って、はい、で気がしなってからケール行って、でこれがですねぬぬぬが役立っちゃったんですよ。ケール、あのそちら今何時ってコーナーあるじゃないですか、うん、海外の人とつなぐで、マレーシアの澤田さんって方に以前つないだの覚えてます、うん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 、その方に山中さんが連絡をしてくださって、滝沢がケール行くんですっていうのでわざわざしてくださって、うん、でしたらあじゃあ案内しますよって澤田さん言ってくださったんですよ、うん、なので1日車を出してくださって、うん、ちょっと郊外の観光地とかも連れて行ってくださって、それ一番いいやつだな、ね、めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった。ローカルの人じゃなきゃできない楽しみ方だもんね。そう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 。だってケールでホタルのイメージってあります？ないない。ホタルめちゃめちゃ綺麗なところがあって、そこ車で市街地からだと2時間ぐらいかかるんですけど、連れて行ってくださって見てきました。すごい、よかったです本当に。そう基本的には本当めちゃくちゃ楽しい旅行でした。え基本的に言って何？いやあのええ私今回なぜ海外にこのタイミングでってやっぱ年越しも海外でっていうのをポイントにしていったわけですよ。で私せっかくなのでっていうので、ツインタワーってわかります？ケール、あのめちゃめちゃ高くて、そうです、あのライトアップとかも綺麗なタワーが目の前に見えるホテルの30階に泊まったんですよ。すごい、もうちょっといい値段するようなホテルなんですけど、ちょっと贅沢をしようって泊まって、いやいや、そうそう、なかなか海外行けない、5年ぶりとか4年ぶりの海外だったので行こうって泊まったんですけど、年越しのタイミングどうしようかっていうのでいろいろ考えていたんですけど、ホテルの方とかに話を聞いたら、やっぱそのタワーがいろいろ点灯したりするんですって。で綺麗に見えるから部屋の中で年越しをするのはどうだと提案をしていただいて、で基本部屋で年越しをしたんですよ。で男の友人と一緒に5、4、3、2、1イエーイ2024年始まりましたみたいな、イエーイってやったんですけど、男二人で誰もいないわけですよ。これ違ったんじゃないかなと思っていや下に行けばその公園があって、そうそう、みんながわーって3、2、1っていうのがあったんですよ。
なんですけどもう観光での疲れもあって人混み大変だしホテルの方も勧めてたから仲がいいんじゃないって言うんで、いや、でそのやっぱり年越した瞬間のシーンとした感じに耐えられなくなって、うん、5分後ぐらいにすぐもう公園行こうってまだ盛り上がってるかもしれないって友人として言ったんですけど、僕らが公園に向かうのと同時にみんながダーって駅方面に向かってもうこう帰る感じになって、いやそこは絶対ホテルで過ごさないよな、いやあの雰囲気は味わいたいよね、間違えたんだよなそこ本当にそこいや本当それ以外はびっくりするからいろいろハマったんですよ、ああめちゃくちゃハマったんですけどそこ間違えちゃったまあまあでも、まあまあ、基本的には楽しかったから、うんうん、基本的には楽しかった、もう澤田さんのおかげです、全部、うん、全部澤田さんのおかげ楽しかったです、はい、あれ観光地的なのどこ行ったの、本当向こうのイスラム系の宗教の大きい、うん、どれくらいだろう20メートルぐらい、ちょっと大げさかもしれないですけど、うん、の銅像があるような洞窟行ったりとか、はいはいはい、あと世界遺産の町のマラッカっていうところがケールから、車で2時間ぐらいのところにあるんですけど、ちょっと行くとケールって普通に言うな、まあ、言うかもしれません、みんな言ってんだ、いやなんかそうかもしれませんね、はい、ケールって言ってみたくなっちゃいますなんか、はい、マラッカ、マラッカ行ってその水上モスクって、そのモスクっていうのも宗教施設なんですけど、はいはいはい、水上モスクあんの、ありますよ、目の前に海があって それと一緒にこうモスクが見られる、めちゃめちゃ綺麗なスポット、めちゃくちゃ綺麗でした、ちょうど海岸線に夕日が沈むようなところも、うんうん、タイミングによっては見られるんですけど、夕日の時間帯に行ったらすごく綺麗で、はい、あそういうのはちゃんと回れたんだね、抑えちゃいましたそういうところはちゃんと、すごいすごい、はい、割とじゃあコンパクトになってんの、ケールからそこまで離れなくてもマラッカとか、はいはい、そうです、例えば離島とかに行ってちょっとビーチでってなると難しいですけど、基本的には 3,4 日あれば近郊はまあ回れます、はい、ジョホールバルとか行ったかなと、ジョホールバル、うん、ジョホールバルってマレーシア、違う、なんだジョホールバル、知識がない、いいなでもすごい、はい、飯は、飯ですか、飯は基本的には僕あんまり合わなかったんです、エスニック系ダメなんですけど、でもまあ食べられるものは中華系の料理もありますし、そっかそっか、はい、美味しく食べて、あと全然知られてないんですけどロティボーイっていう路面店のパン屋さんみたいなのが、ロッティだ、ロッティ、おロッティってあるね、ロッティのメロンパン系の、うん、なんていうんですか、パンなんですけど、うん、いわゆる周りザクッとしててみたいな、そうですそうです、カレーにつけたりしないんですよ、うん、そのままもうパクって食べちゃっていいんですけど、それが100円とかなんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、それは、はい、食べてよかったなって感じしました、はい、いいね、満喫、満喫はしましたよ、はい、重要なそのね、年越しのポイントだけはあれだから、そこ間違えたって、そこ間違えたな、アイニタイも行ってきましたよ、えアイニタイも、そうだ、はい、広々としていて、ケール店、はい、どうだった、やっぱ広かったです、海外のジム、うん、ベンチプレスしてきました、はい、友達も、友人はちょエニタイム行くからちょっと時間潰しとって最悪だ一緒に行ってるのに、それ何日、それ何日なの、大晦日です、そうかエニタイムはケールで行くかね行っちゃったな、そこだけ別行動で、別行動、友人がマッサージ受けてるって言うからじゃあ俺、行ってくるわみたいな、めちゃめちゃいいな、はい、いいな、よかったね、でもね、よかったですよ、行きもの滝沢さんが乗ってる飛行機もちゃんとフライトレコーダーでちゃんとストーキングはしておきました、さすがですね、順調なフライトだったね、あれはいいフライトでしたよ、とても15分巻いて着いたもんね、そうですそうです、巻いて着いたんですよ、忘れてた、非常に良かった、いや本当パイロットの本当にあれ JAL 違います、違うか、 LCC です、 LCC、 いや非常に良かった、うん、すごいんですよ本当に、クアラルンプールでまず Wi-Fi 入れたら酒井さんから、うん、いいフライトだったって連絡来てて、何それ、いやありがとう見守ってくれててみたいな、本当嬉しいっすみたいな感じして、本当できるタイトルコールいきましょう、はい、日曜日マスルあなたに送る、ねんねんねん。